社員さんの人生を大切にする経営っていうのを、加藤課長、オプションマネジメントと、その選べる経営ですか？この考え方について私初めてちょっと伺ったんで、ちょっとぜひ詳しく教えていただきたいんですが。そうですね。きっかけはですね、シンガポールで26歳の時に、工場を、初めての海外工場を立ち上げて社長になったんですね。常勤ではなかったんですけど、社長になって、非常にショックだったのは、当時日本で技術人を採用して、その人が一人前になるのには10年はかかるねと言われてた時代ですね。10年かかるのに、3年いる人はいないんですね。すぐ辞めちゃうんですね。で、日本でトレーニングしても帰ったら競合に移っちゃったりして、高い値段で その採用されてですね、値段とか給料で採用されて行っちゃうわけですね。だから人が居つかないというか、そういう環境では経営できないですね。どうしたらいいかっていうのをすごく悩みながら、出した結論というのは、ここで働きたい、自分が誇りに思える組織、そんなものにすればいいんだと。だからこうやったらはあの、まあ、働いてくれるだろうかじゃなくて、働きたい社員、自分が働きたいと思いで働いてる社員をどうしたら作れるかということに取り組んできた。その結果としてオプションマネジメントというのがありますね。で、そのオプションマネジメントの簡単な例としては、例えばユニフォームの色もあります。4種類ぐらいの色を用意して好きな色を選んでくださいというようなことをやったり、から例えばお客様が来ると、飲み物のメニューを用意しておいて、お好きなものを選んでいただくというような形とか、永年金属表彰なんていうと、何かポンと渡すんじゃなくて、いろいろオプションを用意しておいて、どれがいいですかというようなこととか、そうやって自分が欲しい、もしくは自分の好む働くスタイルワークスタイというル。ものが得られるように、選べる経営をしていこうということですね。その中にはフレックスタイムとか、一般的に言われているものもあると思います。なるほど。フォードが最初に量産したものが T 型フォードって、確か黒い車だったと思うんですが、黒いフォードを大量生産した。でもその後に今の常識に変わってきた。それはオプションのある自動車ですね。で、自分の、好みの自動車を作ってもらおうと思ったら、何億円もしくは何十億円かかるでしょう。でもオプションであれば、形は何種類かあります、エンジンの大きさはどれぐらいあります、どれがいいですか、じゃあ色はどうしますかということを選んでいくと、自分の欲しい車に近いものが得られるということで、オプションを提供することによって、やらされてるとか使わされてるっていうんじゃなくて、自分がやりたい、選んだ働き方みたいなことができるという感覚ですね。フルオーダーメイドだと大変コストがかかるけれども、セミオーダーメイドなら比較的安価に満足度高いものを提供できると。そうですね。それをワークスタイルとして選べる経営をされてらっしゃるということそうですですね。ね。選べるがあんまり前面に出すぎると、本質から外れちゃうと思うんですね。どうしたらいいかという一つの、なんていうか、やり方であって、選べるだけじゃないんですけど、一人一人の社員にとって大切な職場にする、一人一人の社員にとってやりたいからやっているという仕事のスタイルにするという主体のは。性みたいなものですか。その以前の経営の、その社員を守ると今のその社員の人生を大切にするの違いについてちょっと解説いただいてよろしいですか。私の感じているものですけども、戦後の復興期の経営というのは、家族的経営とか社員を大切にする、
言ってきましたけども、まあ、具体的にはその社員会社のために自分の人生を犠牲にしてくれる人を大切にしてきたんじゃないかなっていうのは私の印象なんですね。今日は家族のこういう大切な日だからお休みを取りますっていうと、多分この大切な時に何やってるんだって怒られたりなんだりした時代ですね。でそうやって自分の人生を犠牲にしながら会社のために働いてくれる人を家族のように大切にしてただけで、一人一人の人生が豊かなものになるためにそのいろいろこう会社が提供できる、もしくは会社が自由度を提供するというようなことが、うん、行われてなかった。確かに。で例えば、まあ、保養所みたいなところを作ったとしますね、はい、で自分ではそんなにこんなとこ行けないでしょ、でも会社で保養所を作ってあげたから、幸せだと思いなさいみたいな感じですかね。幸せの押し付けみたいな。そうですね、はい、だから一人一人にとって何が幸せかっていうのは違うので、まあ、その人たちが思う幸せを得られるような会社にしたいという思いが強かったわけですね。なるほど、分かりやすいです。ありがとうございます。なるほど、社員さんの人生、一人一人の人生を大切にする経営なんですね、はいはいはい、そのやらされ感が少ないっていうのはそこに起因するわけですか、うん、まあ、やらされ感が少ないも状態を作りたいと思ってやってるんですけ ど、どれぐらい感じてるかはいまいち分かりませんけ ど、まあ、そういう思いを持って経営してきてるということですね、はいはいはい、ありがとうございます。その中でまた歴史の一つとして加藤会長が社長に就任された後に、うん、中越地震とリーマンショックというですね、立て続けに大変なピンチが会社を襲ったと伺いました、はいはい、しかもその中越地震の柏崎に工場がメイン工場があったと伺いました、はいはい、そのあたりのお話をぜひ聞かせてください、はい、2つ大きな地震が新潟でありました、はい、で2つ目が柏崎の地震だったんですね、はい、もうほとんどの機械が倒れ、はい、飛んでしまって、はい、電気も来なくなり水も来なくなりということで、はい、まあ、メイン工場ですから、はい、その状態で、うん、もうこれ終わりかなというような気分さえありましたね。倒れてるんですか、そのメインの機械とか、何トンもあるような機械が倒れてるわけですから、それは大変ですよね、はい、まあ、それがすごい短時間で復興したっていうのもびっくりですけど、何日ぐらいで、まあ、3日目ぐらいに1台目の機械が動き始めたんですね、はい、で1週間ぐらいで9割ぐらい、はあ、あの動き始めましたね。あの地域ではもうがぜん早いナンバーワンの企業でしたね。それからリーマンショックとか、はい、それからタイの洪水とかですね、はい、いろいろあって、タイの洪水の時もタイ工場が影響を受けてるんですか。もうタイ工場はあの1階の天井近くまで来ましたから、機械の半分ぐらいは水に埋まったと。で半分ぐらいは水が来る前に移動することができたので、まあ、これもその、まあ、復活するのが地域では一番早かったかなと思いますね。そうしたその災害とか災難からですね、はい、復活が早かった背景には当然ながらその社員さんの復旧に向けた頑張りというのがあるんでしょうけど、はい、そういうことが起きた背景ってどういうところにあるんでしょうか。そうですね、あのイメージとしては、はい、その社員の人生を大切にするという取り組みで経営をしてきました、うん、そういう面では自分たちにとって大切な会社という感覚があると思うんですね、はい、得か損かでこれはまずいなと、はい、やめて早くどっか行かなきゃという感じじゃなくて、うん、みんな必死に自分たちの職場である会社を、大切な職場である会社を何とかしなきゃという意識で取り組んでくれたように思いますね、はい、